Q&A セッションに移りたいと思います。短い間、2日間、まだまだマウティックカンファレンス2021は続くんですけれども、日本語トラックは最後、いち早く最後のトラックになってしまいましたが、せっかくなので、まとめてですね、日本語トラックで話していただいたスピーカーの皆さんに、いろいろですね、お話、質問をしていただければと思います。で、せっかくなのでですね、自己紹介をしていただいてから、質問のコーナーに移りたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ、ですね。まあ、参加者の質問優先で、どしどしチャットでコメントくださいということで、改めてですね、再度皆さん自己紹介をお願いします。まずは、そしたら、登壇順に、丸山さんからお願いできますか？はい。私、アクイアジャパンの丸山と申します。もともと新卒で入った会社で、Ruby on Rails を、いじっておりました。今は、どちらかというと、そうですね、マーケの方に近いことをしていたり、その中で、技術に携わっているというところをやっております。実は、マウティックに関しても、社内で、マウティック触っております。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。次、寺岡さん。はい、寺岡です。よろしくお願いします。自己紹介。先ほどとまたちょっと被らないところで言うと、全然もともとは違う業界から仕事を始めてまして、僕学校の専門は土木工学科で橋の設計とかをやってたんですけど、Windows 95が出た時からインターネットでこう自分でホームページ持って、自分で情報発信できるっていうのがもうすごく楽しくて、で、独学でずっとデザインとか、ウェブの制作だったりとか、で、まあ、その流れで PHP も自分でいじるようになって、開発自分で始めてとかっていうのをやってたんですけど、まあ、インターネットがどうなっていくのかなっていうのをずっと見ていきたいっていうのもあったんで、この業界にシフトしてですね。で、その当時、まだ2004、5年ぐらいだと、あんまりマーケティングとかウェブマーケだったりとか、まあ開発の方は結構いらっしゃったんですけど、マーケティングの立場でやってる方は少なかったんで、まあなんとかやってこれたというのもありつつ、その中で結構マーケと開発とが一番交わるマウティックがすごく面白いなと思って、この数年は、使い勝手というよりは、どういうことに使えるのかなとかいうのを自分でトライアンドエラーやってるような感じになりますね。はい。というところでよろしくお願いします。ありがとうございます。では、秋山さん。はい。皆さん、再度、ご挨拶させていただきます。秋山と申します。よろしくお願いいたします。まあ、簡単な自己紹介でいきますと、もう四半世紀以上 IT 業界に、まあ、足を突っ込んでおりまして、まあ、もともとは、まあ、皆さんご存知かどうかわからないですけど、オフコンとか、汎用機と呼ばれるような時代から、まあ、端末はダム端末ですね。まあ、そういった世界で、やっておりました。まあ、そういった中で、まあ、いろいろと、まあ、時代の趨勢もありまして、まあ、インターネットの世界に携わることが多くなってきているということで、まあ、いつまでも現役でいたいな、というふうに思っております。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあですね、あんまり僕の自己紹介をしてないんですけれども、勝と言います。主に名古屋、愛知県名古屋市の近くにいるんですけれども、マウティックのミートアップ名古屋を主催者の一人として運営させていただいて、います。で、コンクリート5という CMS の、コンクリート5ジャパンという法人もやっておいて、まあ、CMS の保守を主にやっていて、まあ、MA ツールがオープンソースを出てきて、まあ、すごく興味があって、親和性があるな、オープンソースでということもあり、このように参加させていただいております。そんなこんなんでですね、せっかく、早速ですね、短い間、結構質問をいただいておりまして、質問を、いきたいと思います。ちょっと、どうしようかな。せっかくなので、ビートリーの、
ところから、戸井田さんの質問、ちょっと読ませていただきますね。Apple の磁気 OS では、メールアプリでのトラッキング対策など、プライバシーにウェイトを置いた発表がされていました。このようなユーザー以外のプラットフォーマー側で対策がされることに対して、マウティック側のアプローチや今後の MA トレンドの変化のなどあればシェアしていただきたいです。という質問をいただいております。これお答えできる方っていらっしゃいますか？いらっしゃいます。今んとこ、あれ、ITP とかそういうやつですかね。まあ、アップルが特にそうなんですけど、プライバシー保護とか、あと、クロームも、クッキー、そうですよね、を自分のドメイン、じゃあ、以外、サードパーティーはブロックするみたいな。で、すいません、僕も、ちょこっとしかお答えできないんですけれども、だからこそ、まあ、マウティックはいいのかなって思っている一つが、そのマウティックは自分のそのサーバーの中に、同じドメインの中に、他の SaaS のサービスに比べて、自由にインストールができるということで、同じドメインの中にインストールをすることができたりとか、するので、例えばその Chrome のサードパーティーの、クッキーの対策とかには、まあ、マウティック有効ではないのかなと思うんですけれども、まあもちろんその、そもそもクッキー自体を、やめていこうかっていう流れも出てきているので、ただそこら辺は、マウティックのコミュニティでもいろいろ議論をしているっていうのは、開発チーム、議論されているっていうのは、ちょっと耳にしているんですが、すいません、ちょっと、はい。他にフォローできる人っていますか大丈夫ですかね。はい、わかります。まあ、ここは結構難しいところですね。難しいですよね。はい。まあ、結構、その、まあ、そうだな。まあ、特にサファリとかだったら、もう今でももうドメインまたぎで、例えば、マウティックの、そのトラッキングタグ自体を、また違うドメインのところに貼って、まあ、それでもう、ページ取得できないような状況が、もうデフォルトにドメインまたぎ禁止ですよ、という形にもなってたりとかしてますし、まあ、そういう問題だと本当にどうしようかなっていうのは、まあ、現場でいると結構お客様と、まあ、話を交わす機会多いですね。まあ、何かすごく一番いい答えを持ってるっていうわけではないんですけれども、はい。まあ、ここは本当に。うん、私も悩んでる、まあ、困ってる、ね。そうですね。まあでも、マウティックのいいところは、ソースコードを、SAS の側の、マーケティング、キャンペーンスタジオでなければ、まあ、コードはいろいろ変えれるので、そこら辺は柔軟にできるかなとは思いますが、まあもちろん、それで、コミュニティの方でも、それで、何もしているわけではなくて、いろいろ動いているっていうのは、ちょっと耳にしたりとかしています。さて、次の質問です。また、戸井田さんからですね。ありがとうございます。フロントエンド開発、例えば、リアクト、ビュー、スベルテなど、SSR、SPA、SSG などで、マウティックでトラッキングする場合の tips があれば伺いたいです。ということで、これをお答えできる方っていらっしゃいます。フロントエンド JS 系。まあ、でも単純に JS で、イベントを発火させて送ることをすれば、マウティック側でそれを受けられるようにすれば、まあ、問題はないかなと思いますが、まあ、もちろんそのシングルアプリケーションの中で、どうやってイベントを発火させてマウティックに、競合しないようにするかっていうのはちょっと、検証はしてみないといけないんですが、まあ、そもそも、フロントエンドで、
作成されると、まあ JavaScript との他のコードとの兼ね合いとかにもなりますので、まあでも単純に Mautic 側 API に対して信号を送るということなので、まあその、Tips、もう本当に JS のどこまでのカスタマイズによるにもテストをするしかないのではないのかなとしか言いようがないかなとは思います。ちょっと知見がないですね。はい、すいません。私の方でも。はい、私の方でも。つまり知見がないです。はい、すいません。まあそうですね。でも基本的には、なんかこう、ズバリの回答じゃないですけど、まあ昔、ある電子ブックですね、めくり場とかそういうのはいろいろあるじゃないですか。そこら辺のシングルページアプリケーションで電子ブックのどのページをこう見てるかっていうところを、まあ、Mautic側の方でも取得したいっていうのがありますけど、やっぱりそこ難しかったですね。Mautic っていうか、まあそれはちょっとキャンペーンスタジオでやったので難しいっていうことにはなってしまうんですけれども、まあそういった、ここの SPA 対策っていったところを、まあ今後どうしていくかといったところは、まあより今後は問われると思いますね。はい。はい、ありがとうございます。次、島村良一さんから、今日は貴重な、お話をありがとうございます。他の方々と同じ質問かもしれませんが、Mautic は IP アドレスを顧客単位で管理していますよね。ということで、いかがでしょう？あ、その下に多分続いて、あ、で、クッキーと関連して IP アドレスを管理して問題ないのし、ないのでしょうか？優先順位ってクッキーですよね、確か。そうですね。そうですよね。なので、IP が一緒でもクッキーが違えば別のユーザーで判断してくれるかなと。クッキーと関連して IP アドレスを管理して問題ないのでしょうかっていう。管理してるか。これもしかしてどこどこ JP の IP アドレスとクッキーと関連して問題ないのでしょうかっていう話ですかね。ちょっと完全に言い切れないところはあるんですけど、今のところリードとしては同じ IP でもクッキー別だと分かれて入っているので大丈夫だと思います。あと、もしも、まだご覧いただいて、チャットでご返答いただければ、その問題っていうのは技術的な問題なのか、例えば、うん、規約的な問題のことをおっしゃっているのかっていうのも、ちょっと疑問に思いましたので、よろしければ、で、結構皆さんから質問がありがたいことに、質問が来たので、あんまり僕が事前に用意した質問がないんですけども、戸井田さん、答えづらい質問ばかりですいませんでした。ありがとうございましたっていう。いやいや、ぜひともですね、どんどんと質問していただいて、あとフォーラムとかでも質問していただければ、で、みんなで回答し合えればいいかなと思います。あ、やっぱり島村さん、法的に問題ないのでしょうか？顧客から質問されたのでっていうことですね。そうなんです。法的に問題がないかっていうと、だからこその、あれですね、最近、ウェブブラウザーで、サイトに訪問するとクッキーを承認しますか？ポップアップですね。ヨーロッパでは、僕の方で、まあ、ちょっと Mautic とは違うんですけれども、別のヨーロッパ向けの顧客で、まあ、GDPR 関連とかもコンプライアンス的に、従事、準拠したいっていうので、GDPR のクッキーの、アクセプトクッキー、まあ、クッキーを受け入れる、同意する、同意しないっていうのをやってますと。で、それを実装すれば問題ないです。つまり、個人情報、保護方針、プライバシーポリシーにきちっと、クッキー、マーケティング目的で皆さんの、位置情報など収集します。クッキーなど、収集します。Google Analytics など収集させていただきますという、プライバシーポリシーをきちっと作って、それで、顧客に了承を得る。というポップアップをすれば問題はないです。
で、もちろん、今後の、今時点のもん、話で、今後も、日本の法律とかもどんどん変わっていくので、どうなるか、わからないんですけれども、まあ、あと、その、クロームとか、先ほども、問い出さんがおっしゃってたような、こともあるんですけれども、まあ、所詮は、ちゃんとそのプライバシーポリシーに明記をして、すれば問題がないということですね。はい。ありがとうございました。納得しました。ありがとうございます。あと5分ぐらいなので、どの質問に行こうかな。じゃあ、せっかくなので、アクイアの丸山さんもいらっしゃるし、寺岡さんの質問なんですけど、マウティックとキャンペーンスタジオの違いって何なんですか？はい、実は前回も答えたぐらい、やっぱりよく、聞かれる質問ではあります。まあ、具体的に言うとですね、まあ、ほぼほぼ一緒なんですと。実は秋山さんの先ほどのデモ、でも、キャンペーンスタジオ、出てましたね。キャンペーンスタジオの画面が、出ているな、と。まあ、ドメイン見たりするとわかるんですけれども、本当に、ほぼ変わりはないです。おそらく、そうですね、パーセンテージで言うと、8割、一緒です。で、残りの2割は何かというと、機能で言ったら、いくつかですね、差異があります。例えば、一番大きな違いは、E メールビルダーですね。E メールビルダー、ランディングページビルダーっていうのが、アクイアでは、サードパーティーのですね、B という別のツールをインテグレーションして、お客様が利用できるようになっています。まあ、追加料金とかかからないんですけれども、なので今、コミュニティの方では、mautic.org の方では、新しいその、グレーブ JS をベースにした、新しい、こう、メールビルダーが作られて、今もう、3.3 のバージョンから使えるんですけれども、それと、こう、なんでしょう、別というか、逆にキャンペーンスタジオだと、それは使えない。まあ、それが、大きな違いがあったりしますと。あとは、本当に細かい機能追加なんですけども、もう一つ大きいのが、カスタムオブジェクトの機能があるというところです。いわゆる商品情報とか、コンタクト、会社以外のオブジェクトをマウティック上で作れるというものです。それが、二つ目の大きなポイントです。で、あとは細かいところがいくつか機能的にはありますと。で、もう一つあるのが、マウティックのインスタンスを統合して管理するキャンペーンファクトリーというツールがあるというところですね。実はそういうツールって他の会社さん出してなかったりするので、そこはすごく大きな、他の会社さんとの差別化ポイントだったりしています。秋山さんもここら辺はすごく詳しい。はい、いえいえ。あとはランダマイズ機能とかですかね。はい。ランダマイズ機能っていうのは、まあ、要は、そうですね。なんかキャンペーンとかを伝えに、まあ、まあ、5名様に対してとか、まあ、そういった条件で、まあ、ランダマイズに、この当選者をこう抽出するような、まあ、そういった機能が。まああったりとか、まあそんな感じですかね。はい。はい、ありがとうございます。ではですね、せっかくなのでちょっとセッションに関連した質問なんですけど、Webhook CRM でコンタクトの一括管理している事例とかありますかっていうのが寺岡さんからまた寺岡さんなんですけどあったんですがありますか。弊社は、自社で、マウティック使って、まあ、キャンペーンスタジオを使っておりますと。それは、セールスフォースと連携をしております。ということで、本当に秋山さんが
っしゃっていた事例のようなものですね。なので、まあ、グローバルで見るともしかしたら、もしかしたらというか、他にもたくさん事例はあるかと思うんですけれども、うん、そうですね。私もありますね。パイプドライブっていう、まあ、これエストニア発の、まあ、これセールス CRM、彼らはセールス CRM って言ってるんですけど、まあ、マウティックにもキャンペーンスタジオにも、まあ、プラグインはあって、で、そのマウティックやキャンペーンスタジオの方からっていうのはできるんですけど、まあ、逆に言うと、ごめんなさい。で、できるんですけど、その、例えば、マーティック側の方で、その顧客情報の更新があった際に、このパイプドライブの方にデータを引き渡すとか、まあ、そういった時に、まあ、ウェブフックを使ったりとかしてましたね。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、もう、最後の一つか二つぐらいの質問にさせていただきますが、まあ、もう、今までちょっと技術系の方、話が多かったのは、ちょっと営業系の話をしてみたいなと思うんですけど、もうこれ、ざっくばらんに、他の MA とコンペになった時の強みがあったら聞いてみたいですっていうので、これ、お答えできる方。秋山さん、どうです？そうですね。コンペというか、まあ、これ、リプレイスなんですけれども、うん、まあ、ある、同じ外資系の、まあ、MA ツールを使っているお客様がですね、この、まあ、マウティックですね。まあ、実際にはそのキャンペーンスタジオの方だったんですけど、それに切り替えたら、年間コストが4分の1に、まあ、削減できたということで、うんうん、まあ、非常にやはり、コストパフォーマンスがいい。っていうのは強みだとは思いますね。はい。まあ、もちろんそのマウティックでオープンソースで、まあ、サーバーを立ててといった形でいけば、まあ、より一層、まあ、そういったところはあるかもしれないけど、運用のところはね、やっぱり見えないコストがかかるので、まあ、そういったこともあるので、うん、まあ、B2B のお客様で、まあ、そういったお客様は、キャンペーンスタジオに使っていただくという形には今してるんですけど、まあ、それでも4分の1にもうコスト削減できたという。まあ、これは、もうすごい強みだとは思いますね。秋山さん、ありがとうございます。丸山さん。はい。最近、お客様に響いたものが一つありましたと。で、私、最近、お客様、との、まあ、打ち合わせに同席して、説明をしたりするんですけれども、とあるお客様で、まあ、これから MA ツール入れます。選定してます。で、いろんな、各社の、情報を集めてますっていう段階。で、まあ、本当大手 M 社さんですとか、国産の MA ツール、まあ、幅広く見られているお客様で、まあ、淡々とキャンペーンスタジオを説明していたんですけれども、すごい一つ言えるのが、さっきの Webhook でもそうなんですけど、マウティックって、エンタープライズ向けと、ほぼ、まあ、同じというか、こう、もう、そこに競えるぐらいの機能を持ってるんですよね。で、まあ、それもちろん、マウティックで自分でホスティングすればすごく安くなるし、まあ、キャンペーンスタジオ、弊社のキャンペーンスタジオでもすごいコストを抑えられるんですよ。なので、お客様としては、エンタープライズ向けの、なんか、こう、幅広い機能が使いたいんだけど、やっぱり大手だと高い。でも、キャンペーンスタジオだと、まあ、うちの場合ってコンタクト数で課金なので、で、機能別に分かれてはいないので、コンタクト数が少なければ、本当に安いところから全部の機能を使える。なので、スモールスタートができるっていうのが、すごく響いてました。はい。ありがとうございます。と言いつつ、あと5分で次の、ハンガリー語のセッションが始まりますので、そろそろ終わりたいと思います。Joey, sorry,we are wrapping up right now, so please, thank you very much for waiting. じゃあ、ですね、これでですね、日本語トラック、終わりたいと思います。皆さん、短い間でしたがですね、日本、マウティックカンファレンス2021、
これで日本語トラック終了したいと思います。はい。ありがとうございました。日本語、あれ？なんかおかしいな。日本語、日本語、のコミュニティはですね、マウティックのフォーラム、そして meetup.com、の方でですね、オンラインで、少し、ミートアップを、ちょっと今お休みというか、してたんですけれども、まあ、再開はできたらいいなとか思っていますので、そちらに参加していただければと思います。それではですね、寺岡さん、秋山さん、そして丸山さん、本日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。それでは、失礼いたします。失礼いたします。あれ。はい。